秀陽氏、丸山誠司、絵本館。この絵本の特徴は、あの天下人豊臣秀吉が主人公です。秀陽氏、わしは秀陽氏。セリフはキュートな終わり弁。天狗と一緒に見回り行こめや。よし出発。大仏様や風神雷神など日本史のキャラクターがコミカルに登場します。読み聞かせのアドバイス。終わり弁のセリフをノリノリのラップ調で読んでみたらどうでしょう。ヒゲよし、わしはヒゲよし、この頃天狗と仲よし、身の回り行くめや、よし出発。日本の歴史を楽しく学べるかも。戦国時代へゴー。